さっき都営住宅の話してたんですけど、私障害者手帳を持ってて、都営住宅に入りたいっていうふうに、障害者向けの都営住宅に入りたいって言って、お願いしてる、ずっと町をお願いしてるんですけど、一人暮らしだと都営住宅は当たらないっていうふうに、障害者向けのところは一人暮らしだと当たらないっていうふうに言われて、そういうふうに言われたって。そういうのは解決できないんですよ。もう一人女性の方にも、10条の話っていうのと、上中坂の駅の近辺はご存知だと思うんですけれど、エレベーターで、あの通りの広い線路、ね、それから上中坂の2丁目、1丁目は高いところですから、ね、全然関係ないんですけど、それがもう一つの、なんていうんですか、線路沿いの、あれがエレベーターを通して、うまく自動車を、運んだり、そういう、なんていうんだ、知恵を十条では使うことできないのかしらと思ったんですよね。というか、もう一つ、浮間のことなんです。バスの、マイクロバス。小さいバスじゃなかったんですね。国際の大きなバスで行ってたんですね。そして、同じ北区でいながら、ね、王子から、駒込と田端、これを、皆さんがうまく利用してきたんですよね。今までずっと続けてるわけでしょ。それがなぜ浮間の方が通用しなかったのか、いろいろ私も区長に食ってかかったんですよ、ね、そうですよ。そしたら赤字だからしょうがないんだよってこう言われたの。それで都バスですか、そういうのをうまく利用はできないんでしょうかと思いまして。はい、わかりました。それでは障害者用の住宅の問題をもっと詳しく聞きたいっていうお話と、あとはバスの問題ですね。浮間、実は私職場が浮間なんですけど、バスがね止まっちゃったんですよ。今まで動いてたバスがお金がないからってなくなっちゃった問題は私も問題だと思ってますので、ちょっとそこのところをよろしくお願いします。それでは障害者向けの都営住宅の、以前はやっぱりちょっとね、もう少しマシな時代があったんですね。それは主に重度障害の方のための住宅ですけれども、中は全部スケルトンといって、中の壁と、天井とか床だけを作って、中の部屋の仕切りや、それからバリアフリーのやり方や、台所の作り方、トイレの作り方を後でそこに入居が決まった障害者の障害の、性格に合わせて設計をすると、こういう制度もあったんですよ。ごくわずかですけど、今は完全になくなっているんですね。私柔道じゃなくても、やっぱり障害者の方の障害っていうのは、確かに生活する上での一つの障害でもありますが、一方でその人の生活の一つの個性の面がありますよね。ですからその人の個性に合わせて、また障害のなんていうか、ハンディに合わせて部屋を作るというやり方がもっと普及していいんじゃないかというふうに思います。確かにその方が使い終わった後は次の人のためにまた作り変えなきゃならないけども、大体生涯半生そこに住むわけだから、そういうことがあっていいはずだと。障害者の方の住宅っていうのは一番足りないわけですよね。本当にアパートなんかで本当に苦労して階段をね、上がり下りしている方は私も知ってますけど、苦労されている方に対しての公共住宅の提供の仕方はもっと工夫と愛情があっていいんじゃないかというふうに思います。だからこれはやっぱりぜひ復活させたいですよね。それから